モノクローナル抗体の命名法では、商標登録されていない名称である一般名をモノクローナル抗体に割り当てるための命名体系について解説する。抗体は B 細胞が分化してできる形質細胞によって産生されるタンパク質で人やその他の脊椎動物の免疫系において細菌やウイルスなどの外来物質を識別する役割を持つ。モノクローナル抗体は 特に同一の細胞によって、しばしば人工的に産生される抗体であり、標的が単一である。モノクローナル抗体は、医学用途を含め様々な方法で応用される。医薬品の命名のために、世界保健機構の定める、国際一般名と米国一般名の両者が、この命名体系を用いている。一般に、五感は、医薬品のクラスを明らかにするために用いられ、 多くの場合単語の終わりに置かれる。すべてのモノクローナル抗体の名称は、設備時であるマブで終わる。他の医薬品と異なるのは、モノクローナル抗体の命名がその形状や機能に、合わせて、設備時以外の単語の部品を、設備時に先行して用いる点にある。この形態素は公式には、サブステムと呼ばれるが、ウサン回帰自身が誤って、接中時と呼ぶこともある。 抗体の構造。四つの可変領域は、右上と左上の末端の塊である。五感であるマブは、モノクローナル抗体と同様に、一つでも可変領域を含んでいれば、モノクローナル抗体の部位にも使われる。人工タンパク質の中でも、ファブ領域と一本差抗体がこれに当たる。一方で、FC 領域のような抗体の標的認識に、 関わらない部分や他の抗体に類似した構造を持つ分子には別の命名形が用いられる。起源を表すサブステム、マウス、キメラ、ヒトカ、キメラ、ヒトカ、及びヒトモノクローナル抗体。人の配列を茶色で、人以外の動物に由来する配列を青色で示す。可変領域は、各抗体の頂上部の箱、CDR はその上部の3本のループ。 五感に先行するサブステムは抗体の由来となる動物の種を表す。初期のモノクローナル抗体はマウスや他の人以外の動物から得られた。インもウサンもラットやハムスターや霊長類からの抗体をもはや求めていない。人以外の動物から得られた抗体は人の免疫系に外来抗原として認識され、速やかな排泄、アレルギー反応、 もしくはその両者を引き起こす可能性がある。これを避けるために、抗体の一部が人の抗体のアミノ酸配列に置き換えられたり、あるいは完全な人の抗体が開発されたりする。定常領域が人のものと置換されると、生み出された抗体は、キメラと呼ばれるようになり、騎士体のサブステムが用いられる。可変領域の配列が部分的に人のものに置換されることもあり、これは、 ヒト化と呼ばれ命名には図マイナスが用いられる。ヒト化抗体の場合、典型的には可変領域の外側に飛び出る3本のループ状アミノ酸配列で標的に結合する領域である相補性決定領域を除いた全体がヒトの配列に置き換えられる。抗体の片方の鎖がキメラでもう片方がヒト化されている場合はキシズマイナスを用いる。キシズ キシズマイナスの三つのサブステムは、抗体の元となった動物種を意味しない。つまり、人、マウスキメラ抗体であるバシリキシマブはキシマブで終わるが、これは人、マカク抗体であるゴミリキシマブでも同様である。完全な人の抗体には低うマイナスを用いる。ラット、マウスハイブリッド抗体は二つの異なる抗原と結合できる。このような薬品は、トリファンクショナル抗体と呼ばれ、 サブステム、アクソマイナスが用いられる。抗体の起源を表すサブステムの前につく。もう一つのサブステムは、薬の標的を示す。標的の例として、腫瘍や循環系のような器官、細菌やウイルスのような病原体が挙げられる。標的という語は、抗体の使用目的を意味しない。つまり、治療目的か、予防目的か、あるいは診断用かといった区別は、 この命名形ではなされない。命名形が制定された当初、標的用のサブステムは、シーン、ボイン、シーンという構成であった。ただし、最後のシーンは、発音が困難になる場合、欠落することがある。例として循環系を示す、対し、免疫系を示すマイナスリ、神経系を示すタイネが、例として挙げられる。最後のシーンは続く、サブステムがシーンで始まる場合、 通常除かれるが常に標的用サブステムが短い形でも用いられるとは限らない。例えばムル体はキメラないし人化された筋骨格系を標的とする抗体がインに登録されていないため短縮系であるム体が用いられたことはない。標的用サブステムと起源用サブステムの組み合わせによって免疫系を標的とする人抗体を意味するマイナスリムマブや 循環系を標的とするキメラ交代でー r が脱落した色島部などで終わる名称が生じる。2009年には新しい短縮されたサブステムが採用された。新しいサブステムのほとんどは一つのシーンのみからなるが母音を伴うこともある。しかし、この母音は起源用サブステムが母音で始まる場合には省略される。例えば免疫系を標的とした。 一交代は、旧命名系におけるマイナスリムマブの代わりに引くるマブで終わる名称が付けられる。色紙マブのような一部の命名は変化しない。旧体系においては、主要のタイプに応じて、主要を標的とするサブステムが7つ用いられていた。多くの交代は、複数の主要を標的として開発されるため、新しい体系はとのみが使用される。 窃盗時は特別な意味を持たない。窃盗時は各薬品ごとに独自のものを用い、口調の良い名前となるようにつけるべきである。これは、起源と標的がいずれも同一のサブステムを用いる抗体が窃盗時のみによって識別されることを意味する。同一の構造を標的とする抗体であっても、窃盗時は異なったものが使われる。例えば、アダリムマブとゴリムマブは、 科学的構造が異なるが、いずれも TN 回阻害剤である。抗体の名称に続いて追加される単語は抗体に別の物質が付加されていることを示し、次のような場合に生じる。エミール・アドルフ・ホンベーリング、抗体の発見者の一人、エミール・ホンベーリングと、北里柴三郎は1890年に、ジフテリアや、破傷符毒素が、おの各のの毒素に特異的な抗毒素と呼ばれる。 物質によって動物の血中で中和されることを発見した。ベーリングはこの発見により1901年に最初のノーベル生理医学賞を受賞した。高毒素発見の翌年、高毒素に対してパウル・エール・リッヒが抗体の後初めて使用している。ハイブリドーマ技術と呼ばれるモノクローナル抗体生産の原理は1975年に ジョルジュ・ジェイカイ・ケーラーとセイサル・ミルスタインによって発表され、彼らはニールス・エルネと共に1984年にノーベル生理医学賞を受賞した。ムロモナブ CD3 は1986年に人の臨床での使用が最初に認可されたモノクローナル抗体である。世界保健機構は1950年に国際一般名の体系を導入し、3年後には 初のインリストを発行している。五感であるマブが1990年頃に提案され、さらに標的と期限を示すサブステムを用いる。現在の命名系は1991年から1993年にかけて整備された。風と米国一般名会議の協力により、交代の米国一般名はほとんどインと同一の構造を持っている。 2009年までに170種以上のモノクローナル抗体がこの命名体系に従って命名された。2008年10月に、風は同年4月に提示された課題に応えるため、モノクローナル抗体の命名系を見直すためのワーキンググループを招集した。この成果によって2009年11月には新しい標的サブステムが採用された。 2010年の春には新体系による最初の交代名が採用されている。ありがとうございます。